はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はイエリ翔子使っていこうかなと思います。 SR キャラクターというわけで、まあ初期からいるキャラなんですけども、この辺のキャラの学生時代っていつ来んのかな。まあなんかストーリーって2ヶ月おきに更新されるんで、次あるとしたら3月ぐらいかな。まあ早く、まあ、今期のアニメって言っていいんでしょうか、来てほしいなと思うんですけども、まあ今日はそんな翔子を最強にしていこうかなと思うんですけども、今日使っていくパーティーこんな感じで、イタドリの必殺技バカ発動パーティーとなってます。今回のイベントで会心がめちゃめちゃ注目されてるじゃないですか。だからこの相談付与させて会心バカ出そうかなっていうパーティーなんですけども、この会心ってわりかし出しにくいんですよね。会心アップとかしてもなかなか出にくいんですけども、今回の主役翔子さんのこちらサンプル回収、これ会心抵抗中断付与3ターン持ってるんですよ。だから3枚重ね掛けできるんですよね。中断付与3回って多分ね、大ダウンと小ダウン1つずつぐらいの、割合と思うんで、おそらくほぼ確実にクリティカルが出るんですよ。ほんで乙骨でもさらにクリティカル、会心抵抗ショーダウンして、乙骨で遭難して必殺ゲージ回復、上昇しまくって、イタドリで必殺ゲージアホほど回復しながら、回想でまたさらに会心出して必殺ゲージ回復、イエリさんとかでほぼ確実に会心が出るんで、このオートスキルがもうほぼ永続で発動するみたいなパーティーになってます。このパーティーと強いんじゃないかと言われるんですけども、まず性能を見ていきますと、イエリさん、HP11114、体術2000、術式4400、必殺ゲージ1700、まあ必殺今回どうでもええわ。で、コマンドスキルレベル6、呪力0消費して体術 128% ダメージ、そんでもってレベル6、呪力5消費して体術 130% ダメージと、会心抵抗中断付与3ターン、そんでもってレベル6、呪力20消費して味方単体を術式 112% 回復、そんでもって必殺が、レベル6味方全体を HP 術式 233% 回復というわけで使っていくんですけども、まあ挑んでいくダンジョン東京港サンドバッグ2というわけで、言うてね、これがまあ今まで僕イタドリの動画よく撮ったんですけども、これがもうほぼ完成形ちゃうかなと思うんですよね。まずサンプル回収でぶち込んでいきまして、まあ、この回想スキルも発動してもワンチャンこのターンからも発動できるんじゃないかなという状況ではあるんで、ほんでまあイジチさんのダメージはまだええかな。はい、やっておきまして、イジチさんじゃなくて、ちょっと待って、これ変えるわ。イジチさんじゃなくて、もうクリティカル出てるわもうクリティカル出てんねんけど、イジチさんじゃなくてユウキさんにするわ。ユウキさんでほぼ永続イタドリの必殺ゲージ回復っていうパーティーにしようかなと。寝起きです。はい、口が回っていないという状況であるんですけども、はい、そんでもってここサンプルゴリ回収していきまして、そんでもって呪言ぶち込んどいて回想スキルも打って、飛びゲットいて、ワンチャンこのターンからもうクリティカル発生するんじゃない、おっこっちゃん。しないんですけども、言った通りしないんですけども、全然大丈夫ですわ。はい、まだまだ本気を出していないんで、はい、こっからが真骨頂を発揮されるんじゃないかなと思うんですけども、この辺からかなりクリティカルが出る、ターンになっていくんですけども、おっこっちゃん、まずクリティカルどうですか。出るよねそりゃ。ほんでもって言った通り、なんぜか黒線こいつ黒線めっちゃ出えへん、肌感こいつアホほど黒線出んねんけど、ほんまに。そんでもってワンチャンこのターン中に、これこのターン中に多分イタドリ溜まるな。これは消化一瞬発動戦でもイタドリ溜まりますね、これは。回復積んでいきまして、おそらくまた乙骨は確実クリティカル出たやろ。そんで乙骨とクリティカル余裕のごとく出ていまして、ほんで、はい、黒線クリティカルより黒線の方が出る確率低いねん。なんでお前黒線の方を出しとんねんな、さっきから。ちょっとやってほしいことじゃないんですよ、それは。お願いしたいんですけども。ほんでマキさんがちょっと殴ってきよるんで、マキさん頼むから
板取りあたりを殴ってほしいなと思うんですが、無事もののごとく、ほんでまた国戦出ているという状況ですわ。はい、そんでもってマキさん頼むから、なんかお前お願いしますわ、ほんで本当にお願いしたいなと思うんですけども、いかほどというわけで、はい、青骨素晴らしいですわ。ここ一旦回復打つか、会心なんですけども、回復も打てるっていう、こういう使い分けできんのもこの翔子さん強みちゃうかなと思うんですけども、頼むから、言った通りこれちょ会心だ、2万3000とかでゴリ回復積んでんねんけど、これちょっと頼むから言った通り会心出してほしいなという状況ではあるんですけども、はい、お前が会心出してどうすんねんなあ。おっこっちゃんよ、頼むからそれを言った通りに回してほしいなと思うんですけども、はい、どうでしょうか。出ないんですけども溜まっていくゴリ溜まりなんですわ。はい、乙骨で必殺技で回心出たんで、これ必殺ゲージ上昇したんです。これもさっき 30% アップ上昇やから、あそりゃ出るわないう話で、はい、ちょっと板取りのこの回転率がバカっていう、こういうパーティーになってますわ。ちょっともう一回やるか、もう一回やって、ちょっと虎取りで会心出したいよね、こうなったら。意地でも会心出したいんで、スキルも発動して、とりあえず虎取り会心っていうパーティーにしましょうかね、次は。はい、とやっていくんですけども、まあ、消化一心と合わせたら、65% 最大上昇するんで、これは、もののごとく虎取りバンバンに、もうワンチャン連続発動とかもできるんじゃないかな。これサンプル回収しといて、磁力込めて、ここ決まりましょう、一旦決まって、次から本気出していくという。なんで、イエリさんが、会心って、あいちぶー、ここのプーンなんですわ。もう一旦目からプーンね。翔子さんで会心抵抗してるんで、これは、呪言も発動して飛び蹴って、これものにしましょう、回転率をものにしましょうか。翔子さんでもクリティカル出て、おっこつでももののごとく出ないんですけども、なんで黒線ばっか出んねんこいつ黒線ばっか出るこいつなあ、黒線の方が確率低いんじゃないんか、僕はそう思ってんねんけど、あ頼むわ、ほんまに頼むから、クリティカル出てほしいなという状況ではあるんですけども、もう乙骨は出ていきまして、オンでもっていたとり出たー出たんですわ。これ合計で360の 50% アップなんで、540ぐらい今回復しましたね。えぐいぐらい回復したわ今。そんでここに関してはこれはまあサンプル回収ぶち込んどいて、呪言ぶち込んで、まあこれは普通に、回数も発動して回復しましょうかね。これでまた、虎取りが、クリティカル出たらっていう状況ではあるんですけども、出ないんですけども黒線が出ているという。黒線出すぎこいつな。クリティカル発生とさ黒線発生ってさちゃうやんな、確率一緒の、それちゃうやんな、さすがに僕は違うもんと思ってんねん。なーんでな、マキさんなー、学校の先生ぶった切ったんですけど、マキさん恐ろしすぎるんですけども、これでワンチャン、これを虎取りで黒線じゃなくてクリティカル出たら、おそらく必殺はまたワンチャン溜まるんじゃないかなとは思うんですけども、なんで黒線やねんお前黒線出すぎとんねん。これさ、黒線と会心ってさすがにちゃうよね、ここちゃうと僕は思ってんねんけど。はい、言った通り、はい、ブチーン、まあ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 、黒線がバカ出るね。